東山のりジャニーズ全消去宣言でも消せない超タブーは、スマップ関連会社。社長は今だ白はせもと副社長、アンタッチャブルな、二つの理由。スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所、が11月17日までに公式サイトを更新し、井ノ原義彦、47、が代表取締役社長を務める、ジャニーズアイランドが、社名を、株式会社に変更したことを発表した。 ジャニー北川氏、去年87の加害問題を受け、旧ジャニーズの東山則幸社長、57は10月2日の会見で、ジャニーズとつくものはなくなります、と明言。名を関した社名やグループ名はすべて廃止、変更される方向で動いていたが、旧ジャニーズ事務所のグループ会社で社名を変更したのは、兄で5社名である。 11月18日時点で兄以外のジャニー氏の名前に由来する関連グループは、ジャニーズミュージックカンパニーが、グルーブミュージック出版が、ブライトノートミュージックに、J ベースが、マーチカンパニーに、J ステーションが、ニクパートに、それぞれ変更されている。レコード会社、J ストームも、2024年1月1日より社名を、ストームレーベルズに変更することが発表されている。 タレントの名称も、ジャニーズ JR ウエストは、ウエストに変更し、関ジャニエートも改名予定。ファンクラブ、ジャニーズファミリークラブは、ファミリークラブに。東山の表明通り、徹底した、ジャニーズ全消去が行われているように見えるが、芸能プロ関係者は、実は、ジャニー氏の名を冠していながらも、超タブーな存在になってしまっていて、 手が出せない会社が一社あると話し、こう続ける。表向きは全く機能していない j ドリームという関連会社がそのまま残っているんです。もともと、ジャニー氏が代表取締役社長、元スマップチーフマネージャーで現在キュリエン代表の愛氏が取締役を務める映像制作会社として2005年に設立された会社なんですが、この会社が2つの理由により、 極めてアンタッチャブルな存在になってしまい、社名変更も含めてうかつに手が出せない状態だと言いますね。現在、j ドリームの代表取締役社長を務めているのは、課外問題でジャニーズの副社長を隕石辞任した白羽瀬ケ白羽瀬すぐる氏だ。白羽瀬氏は2008年4月に j ドリームの取締役に就任し、2020取締役になっている。 スマップが解散してカトリシンゴ、46、草薙剛、し、49、稲垣五郎、49、中井正宏、51、そして元チーフマネージャーの愛氏が対処したことで、j ドリームは基本的に稼働のない幽霊会社となったのだが、会社を解散、生産するとなったら、会社の資産、株式などを株主らに分配する必要が出てくる。 そうなったら、アイシア元スマップメンバーにも大金が支払われることになるから、それを嫌ったジャニーズサイドが白羽瀬氏を代表取締役にして所属させているのでは、とも噂されてきた。白羽瀬氏は一連の騒動の責任を取る形で本社の副社長を辞任、ジャニーズを離れた人なのだから、普通に考えれば j ドリームからも外さなければいけないはず。にもかかわらず、 会社自体がタブーな存在になってしまい、触れなくなってしまっていると言いますね、前出の芸能プロ関係者。j ドリームはすでに幽霊会社だから、新社長をそれだけのために用意するのはおかしい。それなら正式に会社を畳んで生産すれば済むのでは、と思えるが。それも難しいと。会社には資産があって、会社を畳むなら、 株を持っているという元スマップのメンバーとアイシにお金を分配する手続きが必要になってしまい多忙な元スマップメンバーも絡むと大掛かりなことになってしまいますからねもちろんそこには旧ジャニーズサイドとアイシサイドの関係性が良くないことも関わってきますこの生産が非常に大変であることが j ドリームがアンタッチャブルな存在になっている一つ目の理由だと言いますね全道。そして ジェイドリームがタブーな理由の二つ目は、アイシサイドにあるという。アイシサイドも、ジェイドリームには触れて欲しくないと言いますね。というのも、解散騒動後、アイシと旧ジャニーズ事務所の関係は切れていますが、ここでジェイドリームに関する話し合いをするとなったら、再びアイシと旧ジャニーズ事務所の間の関係性に注目が集まってしまう。ジェイドリームが解散となり、 スマップメンバーにもお金が渡る、そうした報道されてしまうでしょう。そうなると、ジャニー氏の件でアイ氏の説明責任議論が巻き起こってしまうかもしれない、と、前出の芸能プロ関係者。アイ氏はジャニー氏が加害行為を行っていた時代に、旧ジャニーズ事務所でスマップを筆頭に多くのタレントのマネジメント、プロデュースを行っていた。アイ氏は、 ジャニー氏やジュリー氏など創業家とは遠く離れた存在だったと言われているが、当時の取締役としてジュリーさんが謝罪するなら当時、JR を管轄して取締役だった新しい地図の社長の愛さんも説明責任と謝罪必要だよね W。タッキーと愛さんには説明責任あるよね。一番知ってる人たちじゃない。 滝沢さん愛さん当時のジャニーズ事務所を知っている方たちの説明責任等が議論されないことは異常だと思う。と、同じく旧ジャニーズ事務所から独立した41ともども説明責任を求める声は多い。現在は沈黙を貫いている愛氏ですが、j ドリームの話が大ごとになり、大きな話題になってしまうと苦しい立場になると考えている、と言われていますね。だから、 アイシサイドも同社には触れて欲しくないと。そのため、j ドリームは生産して畳むこともできず、そもそも触れないから社名変更もでき、幽霊会社を社名変更するのもおかしな話ですが。そうして、同社はアンタッチャブルな存在として、現在も残り続けてしまっていて、その状態は今後も続きそうだということですね、全道。 あまりにもタブーな幽霊会社 JDREAM 東山が宣言したジャニーズ全消去が叶うことはないのかもしれない。